タウン、松本人志お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志、61、が、複数の女性に性的行為を強要したとする、週刊、文春の報道で名誉を毀損されたとして、5億5000万円を求めた、損害賠償訴訟で、第2回弁論準備手続きの期日が11月11日に、決まったことが8日、松本側の弁護士への取材で分かった。第1回は6月5日に行われ、第2回は8月14日に予定されていたが、取り消しとなっていた。今回も、第1回と同様、双方の弁護士が法廷での口頭弁論に向けて、非公開で争点を整理する。